ユーマのウルトラマンアークナビ。僕とアークの想像力が解き放たれ、新たに出現したアイテム、それがギャラクシーアーマーキューブだ。ギャラクシーアーマーの特徴は、なんといっても次元に干渉する力。4枚の羽、アークフェザーで空間を歪めて、さまざまな能力を発揮するんだ。そして次回のウルトラマンアークは、関西の文書に移動した中村さん、出迎えた AI ロボットはなんとアークの大ファンだった。オニキスの謎をおさらいしながら妄想力を解き放て。次回ウルトラマンアーク特別総集編、スキップ宮古市文書にて。先輩お手柔らかに。宮古市文書に配属されているロボットはマイコッピーっていうのか。なんか癖強そうだな。次回も応援よろしくね。想像力を解き放て。